ライさん格闘家デビューしていませんかと言ってますけども、格闘技を練習することはできるよ。ボクシングやったり柔術やったりね、あの練習することはできる、試合することはないな。それはもう格闘技はやっぱり一番ボディビルと、ボディビルはまあボディビルの辛いところじゃないんだけれども、まあ、それが面白みではあるんだけど、1年365日休みがないというのは俺はボディビルだと思うんだけども、格闘技というのはそのあのおそらくまあオフシーズンというのはあると思うけれども、その試合に向けてのトレーニングであるとか試合の厳しさに関しては俺は、まあ、ボクシングとか練習してみて分かったんだけど、これはもう最大限のリスペクトをしてるしかないね、格闘家にはね。これはもうスポーツの中でもやっぱりスポーツなんだけれども、スポーツの息を出してるところがあるというのかな。とにかく俺は試合することはない。